子どもの人権を守ろう。子どもの人権と聞いてどんな問題が思い浮かびますか？いじめ、体罰、児童虐待、児童売春や児童ポルノなどの性的搾取といった人権問題が発生しています。子どもが一人の人間として権利の主体として最大限に尊重されるよう、この問題についての関心と理解を深めていくことが大切です。名古屋法務局には子どもの人権問題について相談できる相談ダイヤルがあります。悩んでいることがあれば子どもの人権110番に相談してください。